こんにちは、松はいつも一人の松です。松の選手紹介、今回紹介させていただく選手はレアルマドリードで10番を背負い、クロアチア代表でも10番を背負っております、ルカ・モドリッチについて、彼の生い立ちであったりキャリアについて迫っていけたらなと思っております。では早速始めていきます。ルカ・モドリッチはですね、1985年8月8日生まれであります。でクロアチアのザダルというところにある、モドリッチ村という場所で、生まれました。母親はですね、ラドイカ・モドリッチという方で、父親はですね、スティペ・モドリッチという方です。で1991年、モドリッチが生まれて6年後ですねに勃発したユーゴスラビア紛争というのがあったんですけれども、その紛争でですね、モドリッチが生まれたそのモドリッチ村という場所はセルビア軍の標的となりまして、当然難民としてそこからザダルに避難しました。で父親のそのスティペ・モドリッチなんですけれども、彼はですね、クロアチア軍の使用する、いわゆる、戦車とかも含まれるのかな、を修理する、整備士として働いていたみたいなんですね。でそのモドリッチのルカという名前をつけてくれた祖父はですね、その同じくモドリッチ村で生活を行っていたんですけれども、そのセルビア軍の侵攻にあった時に、殺害されてしまいました。で当時、6歳、生まれてまだ6年しか経っていないモドリッチは、幼き年齢で、両親家族と一緒に、難民となってしまい、家族とのホテル暮らしが始まりました。この年齢でホテル暮らしになるということは相当ね、苦しいですし、家族としてもなかなか難しい、時期だったと思います。モドリッチの他にも、たくさんの家族がこういった状況に陥っていたっていうのは、ニュースを見たりとか記事を調べて思ったんですけど、やっぱり戦争っていうのは本当に良くないなと改めて思いました。で7歳になった頃、毎日ね、もう本当に危機にさらされながらも、ホタル暮らしを続けていたんですけれども、そんな日常だったとしても、モドリッチはですね、大好きなサッカーっていうのはやっぱりやめられなくって、ホテルの駐車場あたりで毎日、ボールを蹴っていたみたいなんですね。もう本当にもう一子供の大好きなサッカー小僧、本当にそういう、もう本当にね、ただの大好き、もうそれがもう本当にいろんなことを忘れさせてくれる、もう本当にそれだけサッカーに対して熱量を持って、子供の頃、そういった環境の中でもプレーしていたみたいです。で当時、その様子を見ていた地元クラブである NK ザダルというチームがあるんですけど、後にモドリッチも所属するんですけど、そこの会長のジョシップ・バジョルという方がいるんですけども、彼はこう言っております。一日中ホテルの駐車場の周りでボールを蹴っている少年がいたと。彼はとても痩せていて、同年代の子供と比べると本当に小さかったが、すぐに彼が特別な何かを持っていることが分かったとおっしゃっております。で、その才能にね、惹かれて、モドリッチも、プレーしたいという、お互いの意思が疎通したことで、モドリッチは NK ザダルでプレーすることになります。で10歳の頃にですね、その地元クラブから大きなクラブへと、どんどん成長していくことは当然でありますので、クロアチアの名門であり、人気クラブであったハイディク・スプリトという、クロアチアの人気クラブがあるんですけれども、そこの、いわゆる、テストですね、アカデミーに入門する、テストを受けるんですけれども、モドリッチはなんと不合格になってしまいます。その理由が、本当にもう現代サッカーではなかなかありえないような理由なんですけれども、体が小さい、サッカー選手にとって必要なフィジカルが備わっていないということが理由で不合格になってしまいます。もう今だとまずありえないですね。もちろんフィジカルは大事なんですけど、そこだけではないよと今言われる時代なので、そこで不合格になってはしまうんですけれども、その後も NK ザダルでプレーし続けまして、体が小さい、大きいでは何もできないということを言われ続けたモドリッチですけれども、そんなことはないと、体が小さくてもできることはたくさんあると
ということを、プレーをし続け、証明し続けました。 NK ザトルでプレーし続けてね。でその結果、まあ、16歳、そこから何年も NK ザトルでプレーし、16年で名門ディナモザグレブのスカウトに目が止まります。で即座に入団することになりまして、そのディナモザグレブ、まあ、もちろんトップチームではないんですけれども、まあ、クオリティは相当高くて、まあ、実力は確かなものっていうものはやっぱりそのクラブのフロント内から、まあ、スカウトだったりコーチだったりそういったこと方々から、まあ、声が上がり、ディナモザグレブはですねすぐに10年契約を結びます。で18歳の頃にはもうトップチームにまで昇格しておりまして、まあ、その頃になった頃には、長い間、まあ、ホテル暮らしだったりとか、まあ、家族がなかなか安定しながら生活を送れなかったんですけれども、まあ、そういう契約金で得た資金を元手に、アパートを購入し、やっと生活が安定したみたいです。この頃にね、だから本当に長い間生活が不安定な中フットボールを行って、確かな技術を磨いていったんだと思います。はい。でしかしですね、まあ、いくらそのモドリッチという選手であったとしても、やっぱりトップチームでの出場は難しく、まあ、モドリッチは武者修行、まあ、レンタルという形で、いろんなチームを飛びます。1年目は、ボスニアの、ズリニスキ・モスタル。で、2年目はクロアチアの、NK サプレシッチというチームに貸し出されました。当時ですね、モドリッチと、まあ、同年代のニコ・クラニチャールという選手が、まあ、早熟の天才と言われた、選手がいるんですけれども、まあ、彼がディナモ・ザグレブにいたことが、まあ、なんていうかな、いたことが、まあ、その、まあ、きっかけというか、まあ、それがあって、まあ、モドリッチはまあ貸し出される形になったんですね。で、まあ、そんな中で、まあ、典型的な、まあ、10番。本当にもうアカデミーからずっとここまで育ってきた時の段階のモドリッチは本当に典型的な10番という、本当にテクニシャンで、ボールを持ったら何か違いを生み出すという、本当に昔の10番みたいな、選手だったんですけれども、この2年間、いわゆるその移籍だったりレンタルで武者修行していた2年間で、ハードワーカーとしての素質を、まあ、見出されまして、でそこでまあ、モドリッチもそこに懸命に努力しまして、まあ、新たな境地へと、まあ、自分を成長させました。でプロとしての3シーズン目、まあ、クロアチア代表の同僚でもあって、その早熟の天才と言われたニコ・クラニチャールがですねフロント、ディナモ・ザグレブのフロントと揉めたことをきっかけに、ハイディクスプリト、まあ、そのモドリッチが入団のテストで不合格の認定をされたそのクラブに移籍することになったんですね。でそれをまあきっかけにモドリッチはまあ急遽ディナモザグレブに復帰することになりました。でディナモザグレブですはですね当時、率いていた監督がですね、まあ、J リーグで監督を務めた監督経験のある、ヨシップクセという、ヨシップクゼですねごめんなさい、という監督が、指揮していたんですけども、まあ、J リーグではガンバ大阪だったりとか、まあ、ジェフユナイテッド千葉だったりとかね、こういったチームで指揮しておりました。で、まあ、彼の下で、モドリッチはプレーをし、まあ、リーグ優勝を経験、2007年にはリーグ MVP を獲得しました。で、その活躍を、まあ、当然ねそれだけ活躍すれば多くのクラブの、注目の的となります。でその活躍を引っ提げて、翌年には当時の、移籍金最高額である37億6000万円でプレミアリーグの強豪のトッテナムホットスパーへと移籍しました。でスパーズではですね、まあ、噛んでしまいました。ごめんなさいね。スパーズでは、まあ彼とも縁深いとも呼べるそのニコ・クラニチャールと再び再会する形になるんですけども、この時にはですね、もう立場が大逆転しております。はじめはモドリッチはクラニチャールの影響で放出される選手でレンタルして修行して帰ってきたという形だったんですけども、このスパーズではモドリッチはまあ、定位置を確保し、まあ、安定して中心選手として活躍したんですけど、クラニチャールは定位置の確保もなかなか難しく、まあ、中心選手とは当然言えるような、選手ではなかったんですね、はい。まあ、そんな中でも、まあ スパーズというクラブの中でモドリッチは素晴らしい4年間を過ごしまして、
自分の活躍、まあ自分の実力っていうのをどんどん伸ばしていくんですけども、残念ながらタイトル獲得っていうのはできなかったんですね。で、まあプレミアリーグには本当に名だたるクラブが在籍しており、まあマンチェスターユナイテッド、アーセナル、チェルシー、マンチェスターシティ、リバプール、もう本当に、強いクラブがたくさんありで、まあユース争いは当然のように熾烈を極めまして、スパーズはその優勝前線に、加わることがなかなかできなかったんですよね。でそんな中でやっぱどうしてもモドリッチっていうのはやっぱタイトルが欲しいと。でただクラブではなかなか難しくって、代表でもなかなか難しいって中で、どうしたらいいのかって本人も悩んでいた時期に、突然素晴らしいオファーが届きました。モドリッチのもとにですね、スペインの白い巨人と呼ばれ、銀河系軍団とも呼ばれるスーパースター軍団レアルマドリードからオファーが届きました。まあ、レアルマドリードといえば、まあ、多くのフットボーラーの、まあ、夢でもあり目標でもあり、まあ、世界一のクラブとも言われる、もう本当に偉大なクラブです。でモドリッチは当然、まあ、そのオファーに当然心を惹かれました。ただモドリッチとスパーズには契約年数が残っておりまして、モドリッチが移籍する場合は、まあ、移籍金は、まあ、最低でも50億円は欲しいという形だったんですね。でスパーズは、まあ、その提示を当然レアルマドリードに出すんですけども、まあ、レアルマドリードは難色を示しました。まあ、当然、まあ、移籍が難航し始めると、まあ、モドリッチはですね、どうしてもやっぱりレアルマドリードに行きたいという意志が相当強かったので、練習欠席だったり、無断欠席ですね、プレーシーズンツアーの不参加など、もう本当にちょっとこうモドリッチとはかけ離れたような行動、モドリッチからそういった行動が出るとは思えないような行動をとって、強行突破という形を取りました、モドリッチは。で当然まあ大きな問題となりまして、まあ、スパーズのサポーター、スパーズのフロントからは、まあ、ちょっとこう疑問の目、そして怒りの視線、いろんなものをこう向けられるようになってしまいました。まあただ、まあ、その行動が、まあ、実ったという形で2012年にレアルマドリードへ、約53億円の移籍金で移籍することに。まあ、後にまあモドリッチはまあこの自分の取った行動に対してまあ反省をしていると、まあ、後悔しているという発言はされております。はい、でレアルマドリードに移籍したモドリッチなんですけれども、まあ、当然銀河系軍団と言われるスター軍団ですから、スタートは難しかったです。定位置の確保もなかなかできなかったですし、まあ、基本的には後半から出場みたいな形がずっと続いておりました。なんですけれども、まあ、徐々に力を発揮し始め、まあ、自分の特徴でもある技術と、そしてハードワークというものをしっかりとレアルマドリードで発揮し続け、徐々に出場機会を増やしていき、2017年にはハメス・ロドリゲスが当時在籍していたんですけど、まあ、彼がチームを去ったことで、10番を引き継ぐような選手に成長しておりました。で彼はそのスペイン、レアルマドリードでプレーする中で、ラリーガ優勝2回、コパデルレイ優勝1回、チャンピオンズリーグ優勝4回、その他にもたくさんのタイトルを獲得しまして、2018年には、まあ、個人賞の最高賞、バロンドールを獲得しております。で、ロシアワールドカップではですね、優勝候補ではなかったものの、もう母国クロアチアの大進撃に、まあ、なんていうかな、中心となって、まあ、活躍しておりまして、もう誰もが認める世界一のナンバーワンのミッドフィルダーと言われるような選手になりました。で現在はレアルマドリードでも、まあ、ずっとプレーしておりまして、2006年に出会った、まあ、奥様の、バニャ・ボスニッチさんと、その間に生まれた息子の岩野くん、娘のエマちゃんとソフィアちゃんと、5人で幸せな家庭を築いております。はい、といった形で、一応モドリッチのキャリアについてそういったことを、紹介させていただいたんですけども、このモドリッチという選手、まあ、僕がこう調べるまでの、まあ、彼の印象としましては、やっぱりこう技術を持った選手、そしてアウトサイドキックがもうピカイチ、もう素晴らしい選手、
そして仕事量が半端ない、これだけの選手がすごいハードワークをする。もう本当にね、どこのチームに行っても中心選手になれるであろう選手という印象を持っておりました。もうここ最近のモドリッチの活躍で言えばね。でスパーズの時の印象とすれば、もう本当に素晴らしい選手で、もう本当に黒子というような印象を持った選手だったんですけど、やっぱりこうレアルマドリードでの印象が当然やっぱ強くって、スパーズでもねめちゃめちゃいい選手だったんですけど、もうよりこう成熟して、大人になって、世界一のミッドフィルダーになっていったなという印象です、正直言ってね。で、あとはやっぱこうディナモザグレブに移籍した段階、所属した段階で、2年間のレンタル、まあ、ここでハードワークが身についたと、まあ、本人もおっしゃっているので、まあ、ここが相当大きかったんだろうなと思います。まあ、これがなければ、もしかしたらモドリッチのキャリアっていうのは大きく変わっていたかもしれないですし、もしかしたらレアルマドリードに在籍もしていなかった。もしかしたら、ヨーロッパのサッカーでプレーしていなかったかもしれない。だから本当にね、こうモドリッチのキャリアを追っていてもやっぱり思ったことは、やっぱり指導者っていうのはやっぱり相当大事なんだと思いました。選手のキャリアにとってね、いろんな選手の、今まで何回かいろんな選手の紹介出させてもらってるんですけども、本当にね、これだけ世界でも活躍する、世界ナンバーワンと言われるミッドフィルダーのモドリッチもやっぱりいろんな指導者に出会って、でハードワークを覚えて自分の技術を磨いてとか、そういったことでここまで来てるので、やっぱりね指導者って大事だなと改めて思いました。でモドリッチはねこれだけ素晴らしいキャリアを歩んでいますけれども、まあ、年齢的にはもう30後半に差し掛かる年齢なので、これからね彼のキャリア、彼のプレーっていうのを見れる時間っていうのは本当に数少ないと思うので、皆さんこれから残りのモドリッチの試合どんどん楽しんで記憶に収めていきましょう、はい、ということで、松野選手紹介、今回紹介させていただいた選手はルカ・モドリッチです。ご視聴ありがとうございました。